皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2021年1月の2日ということで、お正月の三が日でありながら、そして日曜日ということになるんですけど、まあ、本来であればですね、えー、土日はですね、 まあ、まとめ記事なんかを、えー、配信することが多いんですけど、今日はですね、お正月三が日ということですので、例年ですね、1月の2日にですね、よく、えー、お話ししてる内容をですね、今日やっていきたいなと思ってるんですけど、そのテーマがですね、えー、こちらの方になります、えー。ちょっとご覧いただきたいと思います。 はい、えー、スライドシェアというものについて考えていきたいなと思うんですけど、えー、ちょうどね、これいつからですかね僕、始めたのですねこれ記録されているのかなたおそらく2011年ぐらいから始めたんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、ちょうどね、Facebook だったり Twitter だったりとか SNS がボンボン出てきている中でスライドシェアっていうのもやった方がいいよということですね、えー、いわゆるこうスライドを共有するですね、SNS もあるので やったういいいよということこでで始めたもんです当時はスライドシェアという会社がやってるサービスだったんだけど気づいてみれば今はマイクロソフトがですね買収しましたんでマイクロソフトの一サービスであるわけなんですけどでこのスライドシェアの何かあ,あのマーケティングっていうかですねあの1年間振り返ってっていうのをどう 動画でですすねねね毎年、えー、この正月に、ね、やってたわけなんです、ね、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけどはいこちらご覧いただきたいと思うんですがこんな感じで2012年からずっとですね年間ランキングというのを発表してきてるんですね。 で、2012年、2 0 1 3年でこうバーってやってきているわけなんですけど、そして2020年、去年もね、あのやってきてますということなんですね。で、今までは、この YouTube に、このね、動画を上げるときに、過去の動画と同じものを上げてもしょうがないので、このスライドシェアが毎年ですね、新しくこう更新する投稿があったので、 当然、ランキングを発表してもよかったんですけど、ここ数年ですね、新しくスライドシェアに、えー、投稿を特にしていないんですね。なのでその、その年の再生回数ランキングとかを発表したところで何も起きないので、ということで、えー、ちょっとですね、思考を変えてやらなきゃいけないなっていうことになっているわけです。で、一時はですね、この再生回数ランキングってもやったんだけど、これもですね、ちょっと今年どうしようかなと思っています。えー、その辺の話をですね、今日はしていきたいなと思っています。 実際に僕のですねこのスライドシェアのアナリティクスを実際見てもらってでどういうようなことがここから読み取れるかとかですねなぜ大事かみたいなこともですね話をしていきたいなと思っています。 はい、えー、いつものように YouTube のメンバーシップの方にこの先の動画を公開していきたいと思いますので興味ある方はこの動画の下の方からですね月額190円から学べます YouTube メンバーシップデイリー会員の方に申し込んでいただければ、えー、今日の動画はもちろんなんですけど今日から1ヶ月間ですね190円で毎日の動画を見ることができますし、えー、昨年の12月、あ昨年、おととしですねおとしになりましたね12月から、えー、この、えー、メンバーシップのデイリー会員というのを始めているので ですけどその動画もすべてですね1ヶ月間であれば遡ってね見ることもできますのでよかったら申し込んでみてくださいでは早速なんですけどこのスライドシェアランキング、えー、去年に起きたことそして今年どうなったかということについてですね実際の youtube じゃないや、えー、instagram のインスライドシェアのアナリティクスを見ながらですねお話をしていきたいと思います、えー、では早速なんですがこちらからご覧くださいどうぞ ははいでは早速なんですが見ていきたいと思うんですけどまずね去年のランキングのとこでちょっとね注目の内容があるんで紹介していきたいと思うんですがちょっとこのスライドの部分をご覧いただき